皆まこんにちは。今あのご紹介いただきました。えー、生駒良子と申します。えー、ちょっと私今朝方のウェニスビエンナーレ。 それからドイツであのドクメンタとミュンスターを見るアートツアーから帰ってきましたので少し時差ボケ状態であのちょっととろんとしてましたら申し訳ございませんがあのお話しさせていただきますあの。私はずっとファッションを追いかける仕事をしてまいりまして、えー、パリコレクションミラノコレクション皆さんお聞きになっていらっしゃると思いますが長年取材してきて「Vogue、まあ」ですとか「エ l ですとか「バリクレル」という雑誌の編集を ししてきました、まあ。ずっと、まあ、あのどちらかというとですね、えーまあ、欧米に目が向くような生活をしてきたんですけども、えー、2010年7年前にですね、えー、ある大きな出会いがありまして人生シフトしちゃいましたもうすっかりシフトしてしまいましたあの金沢であの石川県ですねあのファッションコンクールの審査委員長として呼ばれて出かけていって 私だったんですが現地の方がですね生駒さんに是非見てほしいものがあるとそれは伝統工芸の工房だったんです縫いと加賀と顔ですね全然私あのその当時は伝統工芸について全く知識も詳しくも興味は普通ぐらいだったんですただそこの3つの工房を連れて回られて、えー、訪ねた時にショックを受けたんですね。 皆さん作ってらっしゃるものがエルメスやルイ・ヴィトンシャネル・クラスのクオリティだったんですただその職人さんたちが皆さん、えー、一様にですね未来がないっておっしゃったんですよそれから何作っていいかわからない販路がないんですよともう内々尽くしでもう僕たちどうしたらいいかわからないって言われてすごいショックを受けたんですねこんな素晴らしいクオリティを生み出してらっしゃるのに 何だろうと思ったんですでその時ちょっと私のできることもあるかもしれないと思って東京に帰ってきましたらフェンディ、まあ、これがちょっとまあ運命だったと思うんですがフェンディというローマのブランドから声が本当に偶然かかって「日本の伝統工芸とコラボするプロジェクトを任せたいっ早速じゃあ金沢行きましょう」と。であの訪ねた工房をもう一回回ったところ。 まあフェンディの方が全部決めましょうということで、決めてくださって、半年後にもう、新宿の伊勢丹や松屋や大阪の梅田阪急ですね、というところで、フェンディ×金沢の伝統工芸でイベントをやってしまったんですね、それが半年後のことです。で、その間に2011年の311、東日本大震災も起こりました、私もまた心揺さぶられました。日本のアイデンティティィ といううものは何だろう日本人の伝統文化ですとか文化のアイデンティティって何だろう自分って何だろう、まあ、そこまで行き着いて、えーまあ、今私これからご紹介するんですけれども伝統工芸と私がずっと見てきたファッションの世界をつなぐことができないかなということを考えました。で今日はちょっとそれについてのお話です。で私の視点としてはですねあの フューチュラディション w o っていう一般社団法人、そこにもこう書いてあるんです。ちょっと舌噛みそうな名前ですが、フューチュラディションというのは、フューチャートラディションをくっつけた造語です。私が勝手に考えました。今、イノベーションしたものが未来の伝統になると。ずっと伝統を守るだけで。 いると終わってしまうんですねなのでやはり革新が必要だとこれ全てのラグジュアリーブランドさんもなさってますが、まあ、そういうことで「ニュー・ラグジュアリー・ワールド・フロム・ジャパニーズ・クラフト」と書きましたが日本の伝統工芸からをベースにして日本発信のブランドができないかなということが私の考えたことです。で日本初のエルメスやルイ・ヴィトンが作れないかなというふうに考えたそこが出発点でした。でえー、その時に私がすごくく大きく、えー えー、まあ、影響を受けたというかスティーブ・ジョブズの存在はすごく大きかったんです彼は一見日本の伝統工芸と何の関係もないようですけどすごくあるんですね彼ほど日本の美意識とか伝統工芸の、えーまあ、クオリティを世界中に伝えている人はいませんマックの、えーまあ、PC なり iPhone なり見てください周りがこう丸いですよねでこの 彼が日本の伝統工芸の里何度も訪ねて、このお皿を何十枚と注文したんです。なぜでしょう。これアプリの形じゃありません。つまり彼の中では日本の伝統工芸、あるいは伝統の美意識というのは、ものすごい洗練されてミニマルで、その美意識を編集して翻訳して作った形が私は、 まあ、アップルのの製品ななでではないかと思ってるんですね、まあ、日本の美意識を世界にこれだけ普及させた人はやっぱスティーブ・ジョブスの影響はすごく存在感大きいかなと私は思いましたいろ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 考えあぐねてこの人に行き着くんですねで彼こそが翻訳者だとでまたラクシャリブランドもいろいろ教えてくれました私もずっと取材してきたんですであの彼らが日本の伝統工芸の価値を一番高く評価してます 実際がエルメスでもバカラでもルイ・ヴィトンでも日本の伝統工芸と熱心にコラボしてるんですどこのブランドよりも日本の企業やブランドよりも高く日本の伝統工芸を評価し高く価値づけしているのは彼らじゃないかなと思ったぐらいですその彼らが自分たちが伝統工芸をベースにしているんですけどどんどん革新してっちゃう。 ルイ・ヴィトンはね村上隆さんやね今も、えー、たくさんアーティストと草間さんともしましたでエルメスだってそうです全部今あの伝統工芸をベースにしたラグシャリブランドは革新をし続けてますで私が、まあ、そこから、まあ、日本の伝統工芸こんなに宝の山なのにブランドが十分に出てきてないんですね日本から生まれたララグシャリブランド 三木本さんくらいなんんですね三木本さんと田崎さん以外あまり出てきてないんですまとまった形で例えば虎屋さんとか、まあ、他のジャンルではあるんですけど例えばファッションや宝飾といったジャンルではないんですねで、まあ、あのここからはちょっといくつか私があの見つけた、まあ、これがまあ伝統を革新していくものではないかという例をささ,さっとお時間も限られてますのでまたこのピンクの南部鉄器私すごい衝撃だったんですね。 えーまあ、通常黒であるはずのナブテキがピンクやブルーに染められているこれもともとはフランス人の発想なんですフランス人がみんな持って帰ってですねティーポットとして使ってたんですねそれが逆輸入されて日本の岩手県で今作られてるんですけど中は樹脂加工されて錆びないんですで卓上のティーポットとして使います。なのであるる意味捨てるところは捨てててとこは 気にかけられないんですね。えー、あの残すところは残す鉄瓶ですから重いです。まあその風合いは残しながらティーポットスして使えるように機能を持たせていると。でこれはあの iPhone カバーですけどもアイズ塗りですね。でこれは、えー、豊臣秀吉の陣羽織の柄です。これをあのまあアイ塗りの若者が iPhone カバーにしました。 それからこれは漆のネックレスですけれども、えー、まあ漆だと普通はこうお椀を思い浮かべるんですけど、身につけられる漆というものを開発している方がアイズにいます。でこれは藍染めのストールですけど、藍染めメって言うとなんかちょっとこうあの寒いとか思い出しちゃうんですが、まあ私が今しているようなファッションに身につけても、えー、ぴったりくるようなストールを東京のあのやはり若い職人さんが作ってます。インドのあえてしあのワイルドシルクを使っているんですね。 でこれは江戸切子をベースに置いたバングルです腕につけるものですけどもこれもあの若い30代の女性がデザインをして江戸切子の職人さんと組んで開発してすごく話題になってます。これはパールの,あの伊勢志摩のパールですけども、まあ、こういう可愛らしいチャムもつけることで冠婚葬祭にしか生きないようなパールじゃない。 進化をさせているとでこれは西陣織のドレスですけれども京都の帯素材ですよね西陣織それを三原康弘さんという方が迷彩柄に織らせて迷彩柄の西陣織なんて聞いたいことないと皆さん思われますがそれでレッドカーペットを何回も飾るドレスになりましたこちらは柔道着何の素材かというと柔道着なんですね柔道着でこんなおしゃれなトートバッグ作れちゃうんですね でこのピンクと黒の部分が帯です。ね、黒帯とかの帯でねであの、えー、木なりの部分は柔道着の素材ですね、まあ、柔道着の素材を作ってるメーカーさんあるわけですけども、まあ、こういったものを作って裏側がリバティープリントで作られているのでパリでもすごく売れてるんですね。でこちらが私が先ほど言ったフェンディのバッグです。 あのこれバゲットバッグって世界的に流行ってるバッグなんですけどこ,れあのこちらの刺繍は加賀縫いといって加賀刺されてますですねこの時にやっぱりシルバーとゴールドでやってほしいっていうのを、まあ、こちらからお願いをしてでないと満感色になっちゃうとちょっと輪が強すぎてしまうので、まあ、そういうディレクションをしていきます。 でこれはあのちょっと新しい陶芸ですが桑田拓郎さんという今現代美術の世界でもすごい話題になって送月会館でも個展をされていますが、えー、まあ工芸界からもこういうちょっと私は工芸界のコムデギャルソンと呼んでるんですけど桑田さんも今世界的にすごく評価されて、まあ、クラフトの、まあ、伝統工芸の,あの印象をすごく変えて、まあ、確信していってる方だと思います。 でこちらはあの赤木明人さんという能登半島にいらっしゃる輪、えー、島塗りの作家さんですが彼も今台湾ですとかアジア中で個展をしてスイスドイツでも売れている作家さんです非常にに大ぶりりりななものをお作りになります。 そういったものが海外ではとりわけ受けているということですで、これは有田焼きの豆皿にゴールドのグラフィックを施して、えー、本当ならばもう棚の隅っこに置かれてるような有田焼きを再生させていくそれ東京のグラフィックデザイナーさんがなさってますで、これはあのマスですねマスもね、これだけカラフルになるとポールスミスとかっていうデザイナーが気に入って店頭に置かしてくれなんていうことが起こりますニューヨークでも売られたりするんですね でこれはあの竹の彫刻ですがあの田,田辺さんという大阪の作家さんですが今もブラジルでもどこでもパリでも大がかりな空間いっぱい竹で埋め尽くすような作品これはまあ彫刻ですけどもこういったものも出てきてます。そして猪子さんちょっとこれ覚えていらっしゃいますでしょうかこれは猪子さんの作品とある時防具の,のためにあのコラボレーションさせていただいた有田焼の香水瓶です。 猪子さん大丈夫でしょうか <laughs> 覚えててくださいますか、えー、こういうこともあの可能なわけです起こりうるわけですで私そこからまあ,あの2012年から「ワオっていう,う黒と「ショッキングピンク」というカラー、えー、コンセプトで、まあ、黒と赤だと従来の日本になってしまうのでちょっと進化させようモード感を出そうということで「黒とピンク」ということで「えー、ワオ 和が日本が再生するようなイメージということで、えー、まあ未来の伝統になるものをここから作っていこうとでこれはパリの装飾美術館でもえ展,覧展示会をさせていただいて販売もしましたニューヨークでもしましたすごく評価受けましたあの富裕層の方は100万近く買ってかれるんですねでこんなに買ってってお店でも開くのかしらと思ったら全部クリスマスプレゼントにあげるんだ。 もう一回クリスマス前に来て君は店を出せと言われたんですがまだ出せてませんが非常にあのその時に彼らが言ったことはですね形は非常にモダンじゃないですがただすぐ日本のものだってわかるそれはディテールの美だとこんなに細部までねこだわる美しい造りは日本だけだよと。 これはあの伊勢丹でも、まあ、こういう形で「えー、w、wow! o というプロジェクトで、えー、展示会をさせていただいて、えー、今オンラインでも「伊勢丹 w、wow! o ということで、えー、販売をしています。でまあ,あの紹介しているものはこういうあのちょっと象徴的な場合ルイ・ヴィトンさんと輪島塗のモノグラムの 小箱これは販売ははしてませんこれはも,うあのもう過去2007年に作られたものですけれども上は「バカラの晴海好み」という100年前のですね大阪の茶人がバカラに注文して作った 逆に注文して作ってお茶室用にでそれが今でもバカラで売られてるんですね春見好みと言います、まあ、こういう形でもう100年前からパリ万博の後ぐらいからはねあの日本の伝統工芸と、えー、欧米との交流は始まってたということです。でこれらは先ほどもも申し上げたののちょっとこうポッップでスタイリッシュなものを いいろろ見つけられます下はあのカラフルな、えー、あの漆の小箱ですねでこちらはちょっとモードクラフトと書きましたがレディー・ガガが履いている靴を作っている串野雅也君という彼も京都に住んで伝統工芸師ですねにこの木の部分の底を作らせたりこちらは会津、えー、のワイルドリネン「カラムシで平田昭恵さんという帽子の作家さんが作られました。 でこれはちょっと可愛らしいキティちゃんですとかこけしのモチーフですとかあとまあこれはちょっと、えー、シックな先ほどの赤木さんの作品ですが、えーまあ、こういったものをですね、えー、私の方であのポップアップでいろいろ今紹介をしている状態なんですが今後の、まあ、ビジョンとしては、えー、全部オリジナル開発をしてブランドを作ろうと今思ってそのうもう 間際に来ているんですがまだちょっとブランド名ですとかあの正確にはお伝えできないんですがイメージだけちょっとここでご紹介しますが、まあ、ラグジュアリーブランドをねなんとか日本から私だけじゃなくて本当にいくつも,もう5個も10個もできると私は思ってましてこれは一つの私のファッション×伝統工芸ということでこれは金沢の箔ですね金箔と銀箔をこうコラージュした箔、えー、で作ったクラッチバッグです女性用の本当に綺麗な。 ものですこれいうものを開発したりあとこれはあのゴールドパールなんですね伊勢島で取れるうもう本当に希少価値のある年に何個かしか取れないゴールドパールちょっと特別なルートでお願いをして集めて作った2メートルパールネックレスなんですけどこういうちょっと日本ならではのものを作っていきたいかなと でこちらは右側はスカジャン作っちゃいました江戸古紋で江戸古紋にですね背中に鏡の刺繍をして裏側は金断という,うまあ,あのスカジャン今ちょっと結構流行ってるんですけど、まあ、あの古古日本伝統工芸で作ってみましたあとこちらは江戸古紋のストールですねいろいろ型紙伊勢型紙で、えーまあ、何枚々もある中からちょっと型を選んで作らせていただきました。 と,いうことでまあこれちょっと最後のイメージですけども、まあ、私としてはですね本当に私だけじゃなくってあの、まあ、こういう,う、まあ、日本の伝統工芸をベースに置いたブランドがいくつも5個も10個も20個もこれからどんどん育っていくんじゃないかと予測してますただ私はどちらかというとそのファッションがやはりベースですのであのシャネルとかもよく考えるとあれ全部伝統工芸なんですよ刺繍もビーズ刺繍も。 でシャネル社は2005年にパリの倒れがか,かってた本当にもう経済的に大変な状況にあったクチュール工房を全部買収するんですねあの財力で。それ何をするかというとそのクチュール工房にどのブランドからの仕事も引き受けていいってされるんです。社会貢献ですよたただまご自分たちの仕事を優先 ししてほいと多分おっしゃったと思うんですけどもとにかくそのクチュール工房がなくなってしまったらパリのオートクシュールも全てダメになってしまうということでやはりその大手のブランドさんがそういったことの支援もしていく私はそういうことの取材もしてきて、まあ、日,本の日本で同じようなことができるかというとどうかなとは思うんですけれどもやっぱり私たちが何らか今この時にですねこの,まああの産業をサポートしていかなくちゃいけない。 すすぐに、えーまあ、あの大きく儲かる産業でではないと思うんですただ私がずっと言ってるのは日本の伝統工芸はもっと高く売りましょうと安く売ろうとする、まあ、そのマーケットの効果だけ狙うことでどんどん作りとか技術とかが、えー、失われていってしまう,もう一度失われたものは二度ともう戻らないんですね本当に途絶えてしまうと大変なんですもう一回起こすっていうことはなので私としてはやっぱりここをうまく付加価値をつけてブランディングをして まあ、あのグローバルなステージに乗せて、通用するような価値を持,たせる持っているものとして、えーあの、飛び立たせていければと思っております。ということで、日はあは皆様と意見交換させていただくの、楽しみに参りまいりうがとうございました。